Let's see, Marge. You ready? 起きた？準備は進んでる？あ、幼児ちゃんと姫子は先に降りてるよ。うちはあんたと一緒に行こうと思って、ここで待って。Thank you. どうする？今から幼児ちゃんたちと合流する？ Yep. I'm ready to go. 腕毛の星、ピノコに！宇宙で一番大きくて、豪華な遊園地へ！Woo!Oh wow. This looks beautiful, bro. やっと着いた。ファミリーのイミグレーションって複雑すぎない？10回以上も検査を受けて、スーツケースを何度もひっくり返されて。あいつら、あんたの性格を取り出そうとするんじゃないかと思って、ヒヤヒヤしちゃった。Wait, they try? What the? Thankfully they didn't.What the fuck? ある意味、ファミリーって本当に寛容なのかも。でも、苦労が無駄にならなくてよかった。このホテルのロビーってすっごくゴージャスだね。あのずらっとな。Damn. 全部客室？何人くらい泊まれるんだろう？うちらの部屋はどれかな？ほら、幼児ちゃんたちはフロントに並んでるはずだから、うちらも早く行こう。Look at my boy smiling. Who is this? Hotel Reverie へようこそ。忘れられないリゾート体験をお楽しみください。チェックインが必要な方はフロントまで進んで。His name was Misha, right? It's a child from the dream. 僕はミーシャ、ピノコニーのスタッフです。よろしくお願いします。荷物をお部屋に。あんた、早くこっち来て。なんか変な感じがする。ああ、shit。荷物をお部屋に運ぶ必要がありましたら、いつでも気軽に声をかけてくださいね。さあ、お連れ様が待って。All right, hey, thank you, Misha. Man, I got 50 intelligence. どうしてフロントにこんなに人が集まってるんだろう。列車から降りたばっかなのに。またトラブルとかじゃないよね。Optional. Talk to the hotel doorman for additional details about the hotel. Okay. ホテルレバリーへようこそ。忘れられないリゾート体験をお楽しみください。荷物をお部屋に運ぶ必要がありましたら、いつでも気軽に声をかけてくださいね。Okay. ここに来る多くのお客様から、いろいろな冒険談を聞けますから。夢の中に入れば、僕の言ったことを理解してもらえると思います。I mean, it sure isn't. ピノコニーはお客様の期待を裏切りません。を現実のものにするんです。Nothing else to us. 楽しい休暇を。Are we gonna get a concert from Robin? I wonder. 申し訳ありません。システム上にはお客様のおっしゃるお名前がなく。でも、請求列車が受け取った招待状には、もう私たちの部屋を予約したと書いてあったわ。もう一度確認してもらえないかしら。かしこまりました。もう一度お調べいたしますので、少々お待ちください。請求列車、プラチナルームを合計4室。それぞれ、ベルト王様、レッド様、デオナノカ様。それから、炭鉱様。やはり、この4名様の予約情報しかございません。Yes, I'm Mr. Dan Hong reporting for duty. That's me. そういうことか。道理で登録情報に彼の名前がないわけだ。ファミリーに返信。Who is that? I'm Dan Hong, brother. 車に乗っていなかった。こういうのはどうだ？俺たちと旅をしている炭鉱は急遽予定が入って宿泊できなくなった。だから炭鉱が予約していた部屋をこの子に譲ってもらえないか。これなら人数も変わらないだろう。この子は私たち請求列車の新しい乗客なの。彼の身元は保証するわ。Yep, what's up? それは急に申し上げましても、ちょっと。
Show architect lens, show trailblaze probe. いえ、あなたの身元を疑っているわけではありません。ただ。Gotta show off a little bit. セレモニーを目前に控えた今、ピノコニーは今琥珀期で最も重要な瞬間を迎えている。さらに、ファミリーの招待を受けた銀河中のゲストたちがこの場所でひしめき合っている。Is that a number? ホテルの限界体制で少しのミスも許されない。いきなりあれこれ言われても、こちらのお嬢さんに決定権があるわけでもない。請求列車の諸君、あまり彼女を困らせないように。俺たちのチェックインに問題があり、迷惑をかけていることは謝ろう。ところで君は？僕はアベンチュリン。アベンチュリン。カンパニーの戦略投資部所属。ダイヤモンドの下で不良資産の生産を担当している専門家さ。今回は時計屋の招待を受けてきたんだ。ああ、それと君たちの後ろで順番を待ってる宿泊客でもあるね。Okay. I just want the room, bro. スターピースカンパニーもピノコニーから招待を受けたと聞いてるわ。あなたがその代表者なんでしょ？カンパニーのエリートはやっぱり品があるわね。それほどすごい人なら私たちのために便宜を図ってくれない？僕の聞き間違いかな。便宜を図る？それは僕が君たちに言う言葉だと思うけど、もうここで10分以上待ってるんだ。僕にとって十数分がいくらの信用ポイントに値するかわかるかい？ No. きっと天文学的な数字でしょうね。アベンチュリンさん、だからこそ今ここには見逃せない投資があると思わない？カンパニーの影響力は全宇宙に広がっていて、当然その言葉にも重みがある。あなたの肩書きを使って彼の保証人になってもらいたいの。そうすればあなたは貴重な時間を節約できるだけじゃなく、新しい友達を作ることもできるわよ。それは面白い。それでその友達は僕に何をもたらしてくれるのかな？それはもっと面白い話になるわ。同じ時計屋の招待客同士、まずはピノコニーで荷ほどきを済ませて、それからゆっくりお互いのことを理解していくのはどうかしら？構わないよ。でもナビゲーターのお姉さんに一つ忠告しておこう。僕が手を出せばその節約された時間は君たちが僕に与えたものではなく、僕が自分のために勝ち取ったものになる。わかるかい？いや。でも後半の言葉はすごく気に入ったよ。友達、そう、友達以上に貴重なものはない。七死人のような嘘偽りのない開拓者ならなおさらだ。 This dude is quite an interesting character。君たち開拓にいろいろと世話になることもあるだろう。ぜひ一緒に楽しい時間を過ごそう。そう言ってもらえて嬉しいわ。それじゃあ保証人の件は？お嬢さん、見ての通りだ。ここは僕の顔を立てて、こちらの男性をチェックインさせてあげてくれ。僕はファミリーのサンデーさんと約束があるから、後で彼に直接この件の対応をお願いする。君には迷惑をかけないようにするから安心して。ですが。あれ、落ち着いてください。ダウン。ファミリーとして So much trouble for just a room。 お客様を夢に入らせるわけにはいきません。噂をすればなんとやら、誰かと思ったらピノコニーで最も The most handsome man。 サンデー、それに宇宙に名を馳せる歌手ロビンじゃないか。ピノコニーで最もハンサムな男ですって。本当に面白いわね。
Oh, Imako don't like him. Is that what I'm seeing? お待たせしました、アベンチュリンさん。こちらへどうぞ。場所を変えてお話ししましょう。請求列車の皆さん、こちらで少し。I'll gladly come. Wait, that sounded a bit. ちょっとあんた、じゃなくて、あなたはまさか。歌手でイプシロンのスーパースター。傷つく誰かの心を守ることができたならって、あなたの作品だよね。あら、こんなに可愛らしいお嬢さんまで、私のファンなの？ I'm a fan too. あのロビンなんだ。まさかこんなところで本人に会えるなんて。私も皆さんにお会いできて光栄だわ。君もそこにいる彼と同じくピノコニーのファミリーの一員なのか？正直に言うと、私もあなたたちと同じゲストなの。ピノコニーは私の故郷だけれど、大人になってからここを離れて、今回は招待を受けて調和セレモニーで歌うために帰ってきたのよ。あなたの言っているサンデーは私の兄で、ピノコニーの意思決定者の一人、そして今回の調和セレモニーの主催者でもある。だからあなたたちが困っていると聞いて、私を連れて助けに来たの。 OK。 でも来るのが少し遅かったみたいね。チェックインで不快な思いをさせてしまって本当にごめんなさい。 No problem。 ご心配なく。アレイにはシステムの障害を早急に修正するよう指示しました。 Wait, where's Sunday? またお詫びとして皆さんのお部屋のタイプをアップグレードしましたので、後ほどお部屋にご案内いたしますね。 Upgrade my room? OK。 アベンチュリンさんはオーク家との約束があるため先にチェックインされました。彼に代わって請求列車の皆さんにお詫び申し上げるとともに、今後あなたたちと良い関係を築いていけることを願っています。間に入ってくれてありがとう。だが俺たちだけ部屋をアップグレードするのはまずいんじゃないか？同じように招待を受けた幅。 Alright, I'll take the upgrade room. ご安心ください。ファミリーが責任を持って対応いたします。ピノコニーにいらした皆さんのため、私たちは実質的な管理者として問題ごとを解決する義務がありますので。貴重なお時間を取らせてしまい申し訳ありませんでした。これ以上の邪魔はいたしません。ピノコニーでの滞在中、必要がありましたらいつでもファミリーがお手伝いしましょう。夢の中で素敵な時間を過ごしてね。 Thank you, Robin。 はあ、本当に波乱だらけ。あのサンデーさんが保証してくれたならもうチェックインできるはずだよね。I hope we don't into more trouble. Are all the family names so strange? I'm already a little winded. I mean, I guess I hope not. What did I say? Fortune is coincidental. Fortune is fortune's forerunner. So you say. So, now Robin is no longer in the lobby, and Alex is going to his place.